今もお話しした通り、日本ではですね、なかなか言うこと聞かなくなります。そのため、つくしの蝶、おかげでですね、お客様の頭の上なんかぶつからずに飛ぶことができちゃうすごい鳥さんなんです。あとは私の手に止まってる際ですね、こんな風にお骨の釣りよく見てあげてください。扇のように大きく広げているのがお分かりになるかと思います。